でも本当にですね、裏門からちょっと入りたいと思います。神社から行くと裏門からなんですね。で、今までずっと改修、お宅自体改修してたんですけど、ようやく治ってきましたね。で、ここの裏に祖霊社があるので、ゆかりの方はこちらに参拝される方が多いかもしれないです。